レック試験対策講座の選び方論述編始めさせていただきます。担当講師の大森智美です。よろしくお願いします。はい、まずはですね、論述対策講座ということで、今日はですね、進めさせ選び方ですね、選び方を始めさせていただきます。まずですね、ちょっとスライドの方を見せますね。国家資格キャリアコンサルタント試験の論述試験対策講座、コンテンツとしましては3つありまして、一級技能士が教える論述合格講座基礎編、こちらが通信ウェブで見ていただきます。一級技能士が教える論述合格講座過去問編、こちらはオンラインズームでやりますね。で、3つ目の論述試験対策藤原ゼミ、こちらはですね、通学講座となっております。まずですね、こういう流れになってまして、一級技能士が教える論述合格講座、この通信ウェブですけども、3種類用意してまして、こちら、養成講座の受講前の予習や過去問以外の問題に挑戦したい方におすすめとなっております。2つ目のオンラインズーム、一級技能士が教える論述合格講座過去問編ですけども、こちらは過去問から回答への導き方を学びたい方におすすめです。そして3つ目のですね、通学関東ということですけども、関東しかやってないんですけどもね、通学は論述試験対策藤原ゼミっていうのですけども、こちら経験豊富なですね、藤原講師が独自の切り口で過去問を解説しています。結構ね、藤原先生人気でね、関東ではですね、よく藤原先生求めていらっしゃる方が多いので、こちら特別に関東で通学ということでやっています。ではまず一つ目の、ウェブの講座からですね、一級技能士が教える論述合格講座基礎編の方からちょっと説明していきたいと思います。こちらの講義内容なんですけれども、この講座は論述試験に焦点を当てた、講座ですが、面接試験にも通じるキャリアコンサルタントの本質的なスキル向上を図るために有効です。基礎編では過去問をもとに作成した練習問題ですね、過去問ではなくて練習問題ですを解いていって、論述作成力を身につけます。オンデマンドでいつでもご自身の空いている時間で学習できます。講義で使用した練習問題3問の添削指導がついています。こちらですね、クライアントの訴えっていうのをね、正確に把握して、コンサルタント視点の課題を見極めて、で気づきを促していくプロセスを対話で行うか、書面でその理解度を示すかっていうのが異なってるわけですね。面接と論述の違い、同じ実技試験なんですけれども、本質的に求められることは同じというところがね、重要ですね。で、講座時間は通信でウェブですね、ウェブ通信で3時間となっています。で、受講料なんですけども、こちらは一般価格15,000円で、レックの養成講座の受講生であれば12,000円ということで、添削指導3回ついていますので、皆さんね、ちゃんと添削出していただければ、赤ペン先生で内藤先生してくれますので。そして2つ目なんですけども、オンライン講座ですね、ズームを使っております。一級技能士が教える論述合格講座過去問編というところですけども、こちらの講義内容はキャリアコンサルティング協議会で公表されている過去問3回分を使用して、論述問題の分析解説から、合格点をクリアする記述方法を学びます。オンラインですね、双方向講座です。日程日時が決まってますのでね、一緒に同時に先生も話してますので、講師にですね、直接質問ができます。全国ね、ズーム環境のあるところでからであれば受講が可能です。お申し込みの前にですね、こちらの二次元コードですね、ズーム講座利用規約っていうのがあるんですけども、こちらをですね、ご確認いただければと思います。講座で使用した過去問3問の添削指導がついています。講座時間はオンライン、ズームで4時間。その時にちょっと軽くですね、演習時間も設けてまして、であと先生の質問もできるので4時間となっています。で、受講料は先ほどと一緒で一般価格が15,000円、
レックの養成講座受講生は1万2000円で、添削指導が3回ついています。で、3つ目ですけどもね、今度は、通学関東だけなんですけれども、論述試験対策藤原ゼミということで、講義内容は国家試験対策講座の指導経験が長い藤原講師による論述講座です。論述試験は文章作成力が問われます。伝えたいことをどの順番でどのように回答用紙に表現するか悩む方におすすめします。論述としてまとめ上げるための段取りやポイント、注目すべき点などについて直接指導いたします。講義で使用した過去問3問の添削指導付きです。講座時間は通学で演習入ってますね、4時間ね。で、受講料ですけども、一般価格が1万2000円、ちょっとお安いですね。で、レックの受講生は1万円。添削指導3回付きとなっています。はい。ではですね、次はですね、ちょっと添削提出時の注意点ということでお話しいたします。ちょっとこれ多いんですけども、教材ですけどもね、教材は通信、ウェブ、オンライン講座は、オンラインスタディ SP というね、レックのスタディがあるんですけども、そこにありますので、ご自身でダウンロードしていただきます。過去問はですね、キャリアコンサルティング協議会のホームページからダウンロードしていただきます。まあ、ちょっと著作権の関係でね、レックではちょっとこれアップできないんですね。なので、キャリアコンサルティング協議会のホームページからダウンロードして用意しておいてください。通学講座はですね、当日教室で配布するのでご安心ください。通学だけはね、キャリアコンサルティング協議会の方で配っていいよっていう風になってるんですけども、通信でウェブアップはダメっていうことなんですね。で、通信ウェブとオンライン講座は回答用紙もあるんですよ。回答用紙もダウンロードしてご自宅で印刷していただいて、まあ、過去問はですね、教材に掲載されている回のみということになっております。ご自身の回答を記入してレックへ郵送してください。この回答用紙なんですけども、講座によって番号がついてましてね、ちゃんとその講座の番号をダウンロードしたやつを使っていただいて、キャリアコンサルティング協議会にも回答用紙がアップされてるんですけども、そちらで提出されますとどの講座を受けてらっしゃるか分からなくなっちゃうので、こちらからダウンロードお願いします。で、通学講座でね、受講した方も講座中はですね、演習時間がとても短いんですね。なので、ご自宅に帰ってから、通学講座時に配布された回答用紙に記入してレックへ郵送してください。郵送返却をご希望の方は別途郵送返却オプションということものをお申し込みいただければ、書いたものを郵送で戻りますので、通常はですね、こう添削送っていただいたら、スコアオンラインっていうところに赤ペン、先生が赤ペン入れてくれたものがアップされることになってるんですけども、自分で書いたもの、その結局先生が赤ペン入れてくれるのはパソコンで入れますので、それをコピーしたものになるんですけども、それの郵送返却を求められる方は郵送返却オプションというのを申し込んでくださいね、別途。で、次ですね、添削課題への記入は HB 以上の鉛筆シャープペンシルをご使用くださいっていうことなんですけども、こちらもですね、皆さんから送られてきて手書きで書いてもらった、手書きね、本番の論述試験の時も手書きで書かなきゃいけないので練習になりますので、手書きで書いていただくんですが、それをですね、送っていただいたら、こちらでレックの方でスキャンをして、それを先生の方のご自宅の方にデータでお送りして、でパソコン上で赤ペン先生してくれるような形になってますので、ちょっと濃く書いていただかないと、薄いとですね、スキャンがうまく読み取れないっていうことがあるので、ちょっと濃いめに書いていただければと思います。はい。で、次ですね、パソコン等で出力せず、手書きで、必ずね、手書きで提出しましょう。パソコン等で出力、回答された答案は採点できませんのでご了承くださいっていうね、ところですね。添削の締め切り日設けてます。締め切り日を過ぎても添削はするんですけれども、締め切りを過ぎて到着した場合は、添削データを閲覧できるようになるまで、スコアオンラインで閲覧できるようになるまでが試験日に間に合わない可能性がありますので、必ずですね、締め切り日までにご提出していただきますようお願いいたします。大体ですね、添削を郵送投函して、ちょっと郵便も最近ね、土日配達しないとかいろいろ郵便もあるので、
結構ねお時間かかっております。なので早めにね送っていただくようにしていただいて、で回答用紙がですねレックに到着して添削データがアップされるまで、まあ、先生のところに送って赤入れてもらってまたアップしてとかあるのが1週間からまあ10日ぐらいかかっちゃいますのでね、ご了承くださいっていうことです。はい、では最後にお問い合わせ先ですね。お申し込みお問い合わせはレック各本校、営業時間は各本校のホームページをご確認ください。またはレックコールセンター電話番号ですね、こちらになっております。お時間とね、あとですね、こう試験に関するお問い合わせにつきましては、キャリアコンサルティング協議会国家資格キャリアコンサルタント試験センターへお問い合わせください。はい、というのでね、3種類をご紹介しましたけれどもね、論述試験、まあ、養成講座終了した方、なんかはね試験まで間が空いてしまうので、まあ、力を落とさないように、さらに合格を確実にするためにレックの試験対策講座をご活用ください。お申し込みお問い合わせはレック各本校で、試験に関するお問い合わせはキャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング協議会っていうところですね。でよろしくお願いします。じゃあ皆さん頑張ってください。以上になります。